中央学校に、あなたたちは行ったことありますか？中学校2年生でした。ペイン先生という人がいました。ジェニーとなんとかっていう双子の女の子がいました。日曜学校で乾いた歌詞を送りました。紙はこれでした。かぶってなったらかぶればいいし、かぶってるのやったらかぶればいいきゃ。
マイクってこうやって声出してなんか大きくするもんだけど、あんたのすげえじゃんさ。誰も何にもなねえから、あんたのすげえじゃん勉強。ドレスを脱ぐ。石畳を引きずる。乾いた裾を脱ぐ。思い出の中にある松の木を脱ぐ。アスパムの裏で待ち合わせしたテレクラ女と共に脱ぐ。古い洋館の中に佇むドラゴンボール Z を全部持ってるやつを脱ぐ。思い出を脱ぐ。ドレスを脱ぐ。ドレスを脱ぐ。日の簡単なくだらないルールを脱ぐ。日々の果てに生き抜いた僕たちの集まったこの場所の真実を脱ぐ。油にまみれた脳みそのラーボを脱ぐ。宇宙を脱ぐ。全てを脱ぐ。マスクマンを脱ぐ。マスクマンを脱ぐ。マスクマンを脱ぐ。